自身のアピールポイント、うん、はい、趣味、ピカソの絵を見たい、特技、はい、ピカソのフルネームが言える。ピカソのフルネームって、はい、まあ言ってしまえば東大生でも言える人がいるかいないかみたいなところなんですよ。そうなんよ。上げてきたな。まあ少しでもちょっと勝ってるとこ欲しいなと思って。あ、東大生とりあえず覚えとこうと思って。理由が東大生にマウント取れたら。そうですね、そういうこと。いつか東大生に会った時。そうです。ピカソも微妙な心境だろそれ。ちなみになんていうの。あ、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パーラ・ファンネ・ボムセノ・マリア・デロス・レメディウス・クリスピン・クリプスピアノ・デラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・ピカソですね。ほんま？そんな答え合わせできない。質問だって。誰も突然変なマシュマロみたいな。マシュマロちょっと混ぜてもバレんかみたいな。ついついやってしまうこと、癖はドラえもんのモノマネ。そうです。あれなんかちょっとモノマネされましたよ。ちょっと寄せようとしてた。誰？伸びた伸びた。わかんない。あれ全然似てない。びっくりするぐらい似てない。伸びたくんやめてよ。え？え？でも。伸びたくんうるさい。え？誰？誰と誰よ。ドラえもんと伸びた劇場版ドラえもん。誰と誰。誰と誰。劇場版の知らないキャラ。以上、エクスさんのプロフィールでした。にね、最近やっちまったことは、うん、はい、弱虫ペダルを呼んだ次の日に自転車を買った。いやー、暴走力よ。いやー、長さやすいと出た。おいくらのやつですか。あ、見なる8万円ぐらい。いや、すごいからね。漫画読んだ翌日に影響されて買う値段じゃねえよ。気になっちゃう。多分長い付き合いになるかもしれないなと思ったから。確かにね。うちもちょっと長い付き合いになるかもしれないんで、これ。なんだ今日、なんか乗る場とかあります。鉄道鉄尾ね。そう、多分上から指示されてるね、これは。メダリ乗る場みたいな。メダリ乗る場指示されてるわ、これ。今まで誰にも言ったことがない秘密を。お、はい。蝶々結びがめっちゃ下手だそうですので、なんとここに、一つの一足の靴をご用意いたしました。やめましょうよ。やめましょうよ。ぜひやってみせてください。本当に下手なんです、ね、これでも蝶々結び下手ってな。どういうこと。蝶々結び誰がやっても同じ。読んで字のこと。いや、同じにならない。それが同じにならないからもうやばいんです。だからちょっとやってみて。最初の結びまでは順調な加賀美社長。でいや、もうこれ片結びじゃん。輪っか作るだけっす。輪っか作って、輪っかの輪っかヒュッてやるだけじゃないですか。そうそうそう。おーって分かってますよ。いけてるやん。あれ今日人生で初めて成功するするかもしれない。知らない。成功するかもしれない。すげえもともとしてる。はいはい、頑張れ。形がめっちゃ汚いんですよ、できても。マジで。あれ、そこそんな手こずることありますか。輪っかの中に輪っかを通すことができない。あれ何が起きてるんだ。何が起きてるんだ。見てる側もよくわからない。ちょっと待って。あ、来たのでは。蝶々結び。あ、え、蝶々結びじゃなくない。え、真ん中これどうなってんすか。真ん中これ、これ鏡結びってことでいいですか。すごい、同じ方向から紐が2本出てる。いやいやいや、やばこれ。だから言ったじゃないですか。だから言ったじゃないですか。これやばすぎる。逆にすごいですよこれ。才能かもしれないです。真似できないもん。真似できない。いや、どうしたらああなるんだ。だから今こうなった。もうこうなった。ずっとこれで生きてきた。すごい。鏡社長ファンはみんなこの結び方になるかもしれない。そうだね。おしゃれファッションなるか。今年の夏は鏡結びでみんなの視線を集めちゃおう。いろんな意味でね。カメラが止まってからも。本当だ。何これ。こっちから2本出てる。どうやって入れたんだ。いや、素でやってこれ。本当に素でやってこれなの。でも俺写真に撮りたいよね。お、気持ち悪いわ。なんでとかなんとか言ってたら、ツイッターで挑戦する人が続出だそうです。今年の秋も冬も鏡結びでみんなの視線と佐々木さんの罵声を集めちゃおう。よし。はいい感じだぞ。この字何じゃ。ピンクの辺のこれ続いてじゃ。ピンク。あ、やったやった。頑張れ。頑張れ。何ツイスターゲームしてんだよ。次どうする。おい、最後ツイスター。うるせえよお前ら。何これ。お前うるせえよ。新規のパス。どこですか。勝手に入って
ってくるの。ツイスター用だよ。ツイスター用の部屋じゃねえよ。俺が捨てんだろうが。いや、もう終わり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 終了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 。はい、終了。なんだこいつ。なんだこいつ。捨てねえだろうが。まだ勝負決まってない。そういう番組じゃねえよ。出番ドライバー、ツイスターゲームの番組じゃありません。話進まないんで。うん、とりあえずお前ら定位置に戻ってください。ああ、ゲスト用のあれがあんだ。ネバガチャがツイスター番組になる前に番組進行を戻しましょう。今日連れてきた愉快な仲間、はい、この二人でーす。いやー愉快すぎるなー。なおなおこれ。はい、愉快の扉が開かれた。開くまーデビデビデビルラジオー。イエーイ。楽しいなー。楽しいなー。よりよしくみる。はい、皆様ごきげんよう。超お嬢様 VTuber の高宮りおんです。今日はね、この3人のメンバーで屋敷ぞギャフンと言わせていきましょう。そういう、待って、そういう回なの？そういう番組。お前らギャフンと言わせて、台本読んでこい。その方に連れてきた。そのコンセプト。でもギャフンって、これギャフンって見せめる場じゃない？え、あれ、恐ろしい悪魔。恐ろしい悪魔。いや、うちらはでもゲームは下手くそだけど物理があるじゃん。そういう感じじゃない。いいね。それもいいよ。ゆくらみもこれじゃん。物理。違います。新しい。恐ろしいこと言わないでください皆さん。めちゃくちゃにしよう、ここ。あれですよ、めちゃくちゃ。猫みたい。屋敷ずっこのお二人と、まあ、ほとんど同時期にデビューして、あー、まあ、それから仲良くね、いろんなコラボとかでもね、やらせてもらってるんで、ね、あ、じゃあ仲良し。まあ遊んでやってるだけだけどね、僕は。お前だいたい遊んでもらってんな。俺なに下っ端がないか、あわれ身をも持たれてやられてるから。本当に。本当に。僕たちはお前と遊んであげてるから。佐々木は二人とどういう？そうだな、リオンちゃんには美味しいごちそうとかいただいたり、うんうんうん、おいマジかよ。お嬢さんの手作り美味しいんだよ、めちゃくちゃ。あー、それはあったわ。そうだな、あったあった、あった、もらったり、デビちゃん、まあ、うちの奴隷ですかね。あ、なるほどな。そうそうそう、お前雑なんだよ、お前。お前が僕の奴隷でしょ。え、あー、そうだね。あいつ舐められてるぞ。あいつ、こいつうるせえからさ、無視しとこうぜ。うるさくて娘の現場発見だよ。だから YouTube でバンされるからね。このチャンネル、さようなら。さようなら。ここ公式チャンネルだから、さようなら言うだよ。勝手に分かれ告げるな。ここでカンって、うん、カンカンって言われたんで、ドン。二次三次も番組もまだまだ続きますから、勝手に終わらせないでください。自身のアピールポイント、うん、マリカー2年やってるんでレース系は任せてくださいよ。任せてくださいよ。くださいよ。ほんまに？これが伏線になりますよ。伏線張ったな。これが伏線になります。楽しみだな。じゃあ次行きます。はい、自身のチャームポイント、顔が良すぎる。まあね、アップにしてほしい。もっともっと。あー、待って、ピンボケしろ。顔がいい。きっと合ってない。憧れの人物、尊敬している人、うん、お母様。おめちゃくちゃまともな。まともでしょ。そうだよ。まともさす。あれ、あともう一人帰ってるでしょ。読めないんやけど。だからね、そう、二人帰ってんのに、うん、俺一人しか言ってこないじゃん。野村漫才。野村漫才。漫才。野村漫才。何の人？狂言師ですね。狂言。そうそうそう。え、知らんの？分からへん。知らないです。狂言師って何？狂言してんだよ。そう、狂言って。え、え、クモの CM 誰？やめる。クモの CM 出てるよ。頭いい人か。ええ、頭いい人ってみんな狂言師出るのは全員頭いいやつしか出ないと思ってんの。だから伝統芸能のプロだよ。そう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 。めっちゃ知ってんな、デビちゃん。後の人間国宝だぞ、多分。そうや、そうや、そうや、そうだよ。あー、うちもじゃあ野村萬斎見てみますわ。ほんとか。見ないですね、これ見ない。見ないよ。ちょっと見てみよう、勉強してみます。はい。アキさんが珍しく収録に過ごした時、
あ、これまで見たことないぐらいの綺麗なスライディング土下座でスタジオ入りして、そのあまりの綺麗さに驚きました。うん、私ももし土下座する時が来たら佐々木さんを見習いたいと思います。よかったな、見習ってください。いやこれなかなか自分我ながらね、うん、いい土下座したの。いや本当に土下座してくるだろうなと思ったら本当に土下座したんだけど、うん、流れてたよ本当に。ね、ガチャ入ったし。そうこれ映像に残ってないから残念だ ね残念、マジマジ残したいレベルだった。芸術だったよな、うちの土下座。そうそうそう、もう見せたよ。今再現してみてできるもんできない できるかな。いやあれは土下座っていうのは本当に申し訳ないという思いが心から来るもんなんですよ。そう、あのね、今やっても勢いがない。そうそう、ただの演技だから。ヘラヘラヘラってなりました。あの土下座には魂がこもってた。どうしようかなってずっと考えてた、私の中で。